メディカルドッグ。低用量ピルによる性欲低下は診療の中でも時々訴えのある副作用と言えます。性欲が減退するケースでは低用量ピルによって卵巣の働きが抑えられるため、卵巣から分泌される男性ホルモンの分泌が減ることが原因ではないかと考えられます。低用量ピルにより月経痛が改善したりとか、それから月経量が減ったり、月経前や月経中の気分障害が改善するなど心身の状態が良くなったことで性欲が向上する場合があります。また低用量ピルは避妊効果が高いため妊娠するかもしれないという不安から解放され性欲が高まるケースもあります。低用量ピルは含まれている女性ホルモンの種類や飲み方によって様々な種類があります。中には性欲を低下させやすいと考えられる低用量ピルもあります。なんとなく自分には合ってないなというふうに感じる場合は、低用量ピルの種類の変更やピル以外の別のホルモン剤を使用するなどの選択肢もありますので、かかりつけの先生に相談してみてください。